鳥取県立図書館は、鳥取県の鳥取市にある図書館である、遠藤忠氏が稲葉高等小学校に自身の図書を持ち込み蔵書とした旧正文庫を鳥取県立図書館の前身とする、ビジネス支援サービスや市町立図書館、学校図書館との連携などに積極的に取り組んでいることが評価され、2006年のライブラリーオブザイヤーを受賞した。 さらに10年後の2016年には READ&REED 地域の活性化と住民の幸せに貢献する鳥取県立図書館と県内図書館ネットワークが評価され Library of the Year に新設されたライブラリアンシップ賞を受賞した目指す図書館像としては県民に役立ち地域に貢献する図書館をミッションとし第一の柱仕事と暮らしに役立つ図書館 第2の柱、人の成長、学びを支える、図書館、第3の柱、鳥取県の文化を育む、図書館を建て実現を目指している。資料を借りるためには、図書館カードを作る必要がある。蔵書は、蔵書検索用端末、またはインターネットから検索、貸し出し予約、借りている資料の確認などを行うことが可能となっている。 なお、図書館が閉館中の際は、玄関のブックポストに返却できる。また、定期的に職員によるお話し会が催されている。所在地鳥取県鳥取市、久里町101番地下市、ありがとうございます。